じゃじゃーん。アロハエブリワン、ハワイのカテバです。今自宅です。ここ今何やってるかと言いますと、家のバリューアップ大作戦のまあメインアイテム、2階にですね、一部屋作っています。なんでこの2階に部屋を作って、ここに開放された大きなガラス窓を入れるかっていうと、じゃじゃーん。そうなんです。海が見えるんです。ちなみにあれがダイヤモンドですね。ワイキキはの裏側になります。このビューをですね、こういう風に見ながら仕事ができるようにという僕のオフィス作りを今しています。優にこれをつけたらまあ50万ドルぐらい価値上がるんじゃないかなって思ってるんですけど、なんで今までここは昔まあ、ここのところはもう最初のオリジナルのところはもう庭だったんですね。で、前のオーナーがどんどんまあここまでまず増築して、で、ここをまた次のオーナーが増築して、増えてて、まあここから上がってパティオにしてたんですね。なのでまあここに階段で登ってきて椅子を置いて、まあこうやってくつろぐみたいなことができたんですけど、それじゃあもったいないでしょってことで、今回ですね、ここのところに穴掘って下から上がってくる階段をつける。で、完全な一部屋にしようかなと思ってます。これができたらずっと楽しい。でもちょっと安い服仕上げようとしてるので、ちょっと時間もかかっちゃってますね。それでは、また出来上がったら報告します。はい、いよいよ始まりました。ハワイの家、価値倍増計画の本丸ですね。2階に僕の書斎を作るというプロジェクトなんですけども、まず一番最初にやったのは何かというと、1階の、天井の部分の梁をですねの交換っていうのがこれ一番最初にやったことなんですね。っていうのはもともとラナイだったところに、こう部屋を作るにあたって強度が足りないということで、既存の梁を残したまんま両側の柱を二重にして、でそれで強度を出そうという計画だったんですけど、よく考えたらあそこのリビングの真ん中にちょうど通ってる梁を真ん中にこうちょうど部屋の真ん中にこう柱が2本あったので、これをこの機械にもうちょっと大きい梁に取り替えてその柱を取り除くことができたらすごいいいよねとさらにやるならいつ今だよねっていうことになって、急遽既存の梁も取り替えて、大きな梁、この梀はまあ19インチ高さで幅は 3.5 インチもあるすごい大きいやつなんですけど、グルーラムっていう修正剤を使ってですね、強度のある梁を、入れることになりました。なので最初にやったことはですね、追加の柱を、乗せる基礎の部分、フリングスっていうんですけど、これを2フィート2フィートで深さ2フィートの、まあ穴を掘って、そこに、リーバーっていって金属を入れて、その中にコンクリートを流し込むと、で、重い柱と梁を重さを耐えられるだけの強度を出すんですけども、これをやった後に、柱をダブルにして新しい梁を持ってきて上を開けて、で柱の梁をこう上から乗せるという作業をやりました。
柱が部屋の真ん中に残っちゃった。しかもリビングの真ん中にあったのをこんな風に、綺麗にできちゃったんで、オープンコンセプトっていうか広々とした感じになってとても良くなったと思います。だけど、一つやっぱ問題があって、工事の人がですね、誤ったサイズの針を、オーダーしたらしくて、本当はあれ25フィートのスパンがあるんですけど、あれぐらいの長さがあるところっていうのは 3.5 インチじゃなくて5インチぐらいの厚みの針を本来は入れるべきだったそうです。ちょっと細すぎたために何が起きたかっていうと、こう上を人が歩いた時に、僕なんか感じないんですけど、こうたまんじゃってこうグワングワンとなっちゃうというので、たわみがきついと、例えば一階の天井のドライウォールがひびが入ったりとかっていうことが起こりかねないので、結局何やったかっていうと、鉄の、長いこの L 字の鉄を買ってきてですね、それを補強としてクルーラムの針のところにボルトで止めたということで、でしかも鉄をあらかじめこういう風にワープさせといて、たわませといて、こっち側の下に動く動きに、うまく反発できるように作ったということでございます。ハワイよくあるあるなんですけど、もうあんまり部分部分発注が多くて、こうゼロから最後まで見通して工事やるっていうのがコストが多くかかっちゃうんで、みんな部分発注するんですけど、まあ部分発注の弊害といいますでしょうか、そういうのを体験しましたね。